イエスを何百人も見ているので、弱みっていうのも実は自分の武器のアピールに使える。始めました人に見せまくる、あまり価値を感じないです。絶対いいですか？絶対にいいです。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。エントリーシートの書き方の指導をしてもらおうということで、みすゞさんに対して今日指導していただくのはこちらの南さんという方です。よろしくお願いします。南と申します。もともと大手広告代理店に勤めてまして、で ES を本当に何百人も見ているので、分かりやすくどう自分の強みを伝えるかとかポイントが僕には分かっているので、アドバイスさせていただこうかなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕からまず大前提として2点伝えたいことがありまして、まず1点目は ES の構成について、過去、現在、未来、この3本を一気通貫して自分の軸を伝えるということがすごく大事です。過去に関してはガクチカです。現在は自分の強みです。その過去の経験を経て現在の自分がどんな武器を持っているのか、裏を返せばその武器のダメなところが弱み、だから強みと弱みっていうのが現在の自分の得意ですね。で未来が志望動機、将来何になりたいか、この過去現在未来が一貫性しているかどうかっていうのがすごく大事なポイントで、この自分の軸と志望している会社の目指しているところ、方向性とか文化とかが合ってるかどうかっていうのがすごく大事なポイントでございます。ポイント2つ目、落とし穴を作るというポイントでございまして、面接官って本当に朝9時から夜の5時まで缶詰になって1日30人ぐらい見たりするんですよ。1人目のやつはこんなやつだったなっていうその一言ぐらいしか覚えてないんですよ。なので記憶に残すテクニックが必要だっていうことをまず知ってください。人間って自分が興味を持ってそれってどういうことって質問したことって記憶に残ってるんですよ。あえて質問させる、会話のフックとなる落とし穴を作っておくっていうのがテクニックとしては必要です。質問したくなるかどうかの判断はもう本当に初対面の人にいろいろ見せまくる、初めましての人に見せまくる、それは別に友達でもいいし後輩でもいい、はい、初めましての人に見てなんか質問したくなることあるっていうふうに聞くんです。10人に来たら9人、8人、9人が質問してきたら、アウトシャーとして程度が高いな。大前提を押さえた上で美鈴さんが帰ってきた ES を見ていく。学祭で勤めたファッションショーの統括、歴代最高という目標のもとチームで取り組んだ。反省点を会議で出し、その対策の効果検証を徹底、また自分と違う意見を尊重し取り入れ、論理的に歴代最高になるように先導した。また省の関係者全員と積極的に話すことで意見を言いやすい雰囲気にするなど、環境づくりにも力を入れた。本番は前年の2倍である約200人を動員し、観客からは自分も素敵な服を着たいとの言葉をいただいた。序盤の歴代最高という目標のもとという部分ですね。この目標がふわっとしすぎてるんですよ。歴代最高って最高の何？この目標がまずそもそもふわっとしてるので、過去頑張りましたっていう過去頑張りの成果のアピールなのに、過去の成果が分かんないんですよ。そもそも最初に理解できないものを書いてしまうと、後半の方って蓋閉じちゃうんです。こっちは分かりやすいのは売上の面だったり、満足度、アンケートの満足度の数字だったり、具体的な固有名詞があるかどうかがすごい大事。その数的な根拠もないので分かりづらいんですよ。ガクチカが曖昧だという指摘を受けたが、これに対してみすゞさんは、最後の前年の2倍である約200人っていうのが個人的に数字、具体的な数字を出したつもりだったんですけれど、無料イベントであると人数は弱い、
イベントの質とかイベントの知名度っていうよりかは、要は友達に何人声かけたかっていう次第じゃないですか。だから要は100人に声かけたかけてないかの違い、100人に LINE 送ったか LINE 送ってないかの違いでしかないので、これが有料イベントだったら人数というか売り上げたり、それはめちゃくちゃ分かりやすいです。理性化としては分かりやすいです。あまり価値を感じないです。人数だけでは弱いという指摘を受けたが、これに対してみすずさんは、広告って集客とか認知も目的の一つだと思ってて、200人増員したことの要因の中に、私はなんかモデルとしてなんかこう知名度があるとか人望があるとか、そういう人をちょっと多めに集めたりしたんですよ、うん、でその服の良さを知ってもらいたいっていう目的だから、いろんな人に見てもらわない意味がないと思って集客にこだわったんですけど、それはなんか良くないっていうか、まあ、ビジネスの世界なんですけど、要は持続可能じゃないと続かないわけですよ。で、持続しないビジネスって価値がないんですね。で、持続可能であるってことはやっぱり収益出さないといけないんですよ。無料イベントで200円集めたのがすごくいいんですよ。その先に、さて来年の協賛に向けてこれとこういう効果がありましたとか、まあ、自分たちが出してるブランドがこんだけ売れましたとか、利益を出さないと、その分いろんな人の時間が疲れてるわけじゃないですか。で、その分みんなバイトで休んでるじゃないですか。だから利益を出してそれを還元しないと継続しないんですよ。だから持続可能じゃないイベントってどうなのかなと思いました。だからそこの呼ぶためにどんな仕掛けがあったのか、その仕掛けを作る力っていうのが再現性あるから、じゃあ実際入社した後にも仕事を任せて、そういう仕掛けを作る力っていうのが生きるだろうなっていう、その再現性があると、もう一回再現できるだろうなっていうのが大事。なるほど。続いてみすずさんの弱みを見ていく。八方美人である点、他の人の考えを受け入れたい、雰囲気を悪くしたくないという強く思うゆえに、誰にでもいい顔をする。しかし高校の部活で主将を務めた経験から、何かを成し得るためにはいい雰囲気を常に保つことは無理だと気づき、いい雰囲気を保つよう心がけながらも自分の意見をしっかり伝えるようになった。これからもいい関係を築こうとするあまり流されるということがないように自分を律して生活していきたい。弱みっていうのも実は自分の武器のアピールに使えるんですよ。要はコインの表裏なんですね、一つのことで。で、僕が使ってたテクニックは、強みはリーダーシップを率いて、いいモチベーション高いいい組織を作ることですっていうことで、そのリーダーとしてメンバーにどう働きかけていたのかっていう話をしてた。で、弱みを話した時、僕が情熱がありすぎて嘘をつかない性格なので、時にはメンバーをトップ使ってしまいますっていう。で、要はそれってチームをいかにいいチームを作るかっていうのは全力を尽くしてる人なんですよっていうアピールのために弱みの部分を使ってるんですよ。だから弱みを弱みと書くっていうかは、自分の武器をアピールするためにもっと使った方がいいっていう。だから何々すぎるから何々になっちゃうみたいな、方が読み手としては、もうなるほどね、君これこれこういう人なのねっていう、その強みと弱みが一貫してると覚えるじゃないですか。何々な人、こいつはチームのために熱くなるやつだみたいな、弱みが覚えてくれるっていう。弱みと強みを一貫させるという指摘を受け、みすずさんはどう感じたのか。弱みも一応八方美人って書いてるんですけど、私は八方美人が悪いことだと思ってなくて、はいはい、ちょっとアピールの面も入れて弱みを書いたんですけど、強みとリンクしてる方が正直良いですね。リンクしてる方がいい。だから何にも覚えられないから、そのいっぱい言われても。だからこれだけは覚えて、僕、私の武器はこれです、これだけ覚えてくださいっていう、その一つをアピールするために使った方がいい。だから複数覚えられないんですよ、こっちは。次にみすずさんの強みについて見ていく。足りていない、だからやるを当然だと考えている点、目標に対して足りない部分を補おうと常識にとらわれずに努力してきた。受験では勉強時間が足りないと考え、時間を確保するため食事を栄養の取れるゼリーに変えたり、髪を20センチ切り、風呂の時間を短縮したりした。また単語帳を常に見ていたため、女版二宮金次郎と呼ばれたこともあった。最後の模試では E 判定から B 判定になった。これからも目標に向かって手段を選ばずに積極的に行動していきたい。正直言うとこれ良くないです、この書き方。まずそもそも受験はやめた方がいいです、はい、だから、大学生活って自由な時間が多いじゃないですか。だから3年間今大学に通っていて、自由な時間をどう使ったのかっていうので、その人の人生が分かったりするんですよね。逆に高校生の時だと、高校3年間受験までの1年間とかって、ある意味ちょっと強制力が強いじゃないですか。朝1時間目があって、5時間目6時間目まで学校があって、で夜は塾行ってみたいな、そんな、結構その制限された生活の中であんまり個性出てないじゃないですか。だから一番大事なのは、その自由な時間をどう使ったのかっていう方が個性が出るので、そっちを知りたいです。
だから高校生時代のエピソードたまに陰性書く人がいるんですけど、高校生時代の話は絶対 NG です。絶対ですか？絶対 NG です。まあ、あとは強みの部分で大事なことは、要はその自分の強みという武器を発揮する前と発揮する後でどのくらいの成果が変わったのかって、このギャップによってその人の武器の強さが分かるじゃないですか。はい。その武器があるから君のことを採用するよってなるんですよね。最後にみすずさんの志望動機を見ていく。物の魅力を伝えることで人々の生活を豊かにしたいからである。私は学園祭実行委員会に所属していた。着る人に自信を与えるという服の魅力を広めたいと思い、学祭でファッションショーを企画した。ショー終了後、観客やモデルとして参加した学生で服装が変化した人がいた。堂々としている姿を見て嬉しくなり、物の良さを伝えることを通して人に影響を与えることの魅力を知った。またショーを作り上げた経験から、さまざまな価値観が集まった方がより良いものができると感じ、個性を尊重し多様性を大切にしている御社を志望するに至った。未来の話するときに、正直過去の話は触れてもいいんですけど、がっつり触れるべきじゃないんですよ。一言ぐらいだったんですよ。はい。でこれ今回過去のことががっつり書いてあるんですよね。はい。分量が多すぎるんですよ、過去のことは。これが1行ないんですよ。1行1行ない、はい、だって学知会で書いてることかぶってるから。はい、そうです。この内容だから本当は学知会に持ってくるべき。過去やったことが、まあ、1行2行で紹介しつつ、で未来の話はその社員が掲げているビジョンの話、個性を尊重し多様性を大切にしている御社を志望するんだっていう部分、はい、でこの部分の、補足として、これもまた具体的な話をした方がいいので、僕のおすすめは社員さんの名前を書くこと。この抽象的な個性を尊重し多様性を大切にしているっていうことは説明会で大々的に言ってますよね。学生全員書くんですよ。100人いたら100人全員書くんですよ、はい、その100人いたら100人全員書くことが ES に書かれても、こっち読み手はまたかみたいな、朝から25人目だけど、また25人連続でこれ書いてるよみたいな、なっちゃうんですよ。でそれは別にまあ書いてもいいんだけど、書いた後に補足として、例えば、A 社に入るときに、社員さんの福田さんの話を聞いたときに、これがこういうことをおっしゃっていて、すごくそれが私の経験と共感したので、だからめちゃくちゃ志望動機が高いですっていう言ってあげた方が、こっちとしても嬉しいんですよ。具体的な事例を用いてくれた方が、とても嬉しい。ES 関わった時にちゃんと見た時に、面接官がそれってうちの会社じゃなくてもよくないっていう風な質問をした時に答えているかどうか、 ES においてっていうのは振り返った方がいいです。よくあるのは、まあ、よくコピペで、ね、ES 出す人が結構いるんですね。それって別にうちの会社じゃなくてもよくないっていう風な時に答えられないんです、コピペだと。なので ES 書き終わったら必ず仮想の面接とかを目の前に作って、それってうちの会社じゃなくてもよくないって言われた時に、ちゃんとこれ答えてるかなっていうのはちゃんと見た方がいい。はい、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。以上です。すいません、ありがとうございます。とても参考になりました。はい、ということで、このフィードバックをもとにエントリーシートをまた書いて、いろいろ今から選考があると思うので、はい、もう頑張ってほしいなっていうふうに思います。はい、宮部さんも貴重なお時間、はい、ありがとうございました。応援しますので、ありがとうございます。ES 指導を受けたみすずさん、選考が近づく中でどのように自分を磨き内定へと駆け抜けていくのだろうか。次回もぜひご覧ください。なんでその広告業界を志望するのかなっていうのは、もういきなり自分がこれがやりたいと思った時にそれがやれる感覚、話したエピソードが受験だったんですよ。これがめっちゃもったいないな。この放送は地方学生の挑戦を応援する上活の提供でお送りいたします。